左秀いきなり「ひでチャンネル」え会わせていただきましてね、えー、ありがとうございますこの YouTube でも何回か喋ってると思いますけどもボクシングのファンでしてねボクシングファンでして、えー、でこの間のそうです井上尚弥選手のあれね見ましたよもちろん見ましたよ見逃せませんですからね。 まあ、強烈な勝ち方しまして、でも私はね、あれは当然の勝ち方のような気がしました。それぐらい、ね、あの、本当、昔だったらなんて表現するんですからね、目にも止まらぬ、うん、あるいは、まあ、力強さすごく増しまして、えうなりを上げる、<laughs> まあ非常に表現は平凡ですけどね。で、その井上尚弥選手がね、確かプロに入って6戦目でね、 あの世界チャンンピオンになったんですよね前にもお話ししましたけれどもお父さんと2人で日本放送まで呼んだら来てくれたんですねそれで話いろいろ聞いたんですけどもこの間あの産経新聞でねあの確か沖縄の検討王国ボクシング王国というんでね上原選手からずーっとこうね代々たどりましてすごい選手がいっぱい出たんですけれどもその中にねある人が 大橋ボクシングジムかななかに行った時になんかこんなちっちゃくてねだけどすごいキレのいいね、えー、ガキンチョがいるって言うんで、えー、すごいなと思って見てたらそれが井上直哉さんだったみたいなねえなんかね23行ですけどね書いてありましただから先段は双葉より貫橋ありませんけどももう小さい時からやっぱりお父さんがやってたというようなこともあってボクシングそしてまた筋がいいからね、えー、どん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 今度 もう4階級制覇目指すと言っておりますけども、やったらね、負けることはないと思いますね。やったら負けることはないと思います。で、そのインタビューの時に、私ね、エビ原博之の話をしたんですよ。ね、カミソリパンチ。ほんと、自分のパンチのね、強さで、ね、ええ、彼左ですか。かこっちの左のストレートの強さでね、拳を痛めちゃうんですね。骨にひびが入っちゃう。 子供ながらすげえ話だなと思ってね。で、そんな話をしたんですけども、名古屋選手もそれと同じ、いや、それ以上の大変なパンチの破壊力を持っている。で、今回使用したなんかメキシコ製のグラブっていうのはですね、えーえー、大変、えー、パンチがね、ストレートに届きやすいみたいな。いろんなことを言う人がいるんで、いろいろですね、えー、こう、飛び飛びで読んでたんですけども。で、試合はね、あのー、 ナオヤ選手が、まあ、当然のように勝ちました。ね。で、それで、ノニト・ドネア選手はですね、あの、試合直後の日本の記者とのね、インタビューというか、戦った後のね、感想は述べずに、まあ、いなくなっちゃったんですけども、なんかアメリカのメディアにいろいろ喋りましてね。で、その中に出てきて、へーと思ったんですけど、あの、1回の2分50秒ぐらいで、えー、テンプル、ね、えー ここですね。こみかみ、こっちか。こっち側だったかなこっち側だったかなちょっと忘れちゃいましたけど。左側か。こっち側の、ん右側かなちょっと忘れちゃいましたけど。まあ、井上直弥のパンチを食らいましてね。で、それでね、記憶がもう飛んじゃったっていうんです。で、ふっと気がついた時に、なんで自分が倒れてるのかわかんなかった。みたいな。えー、だからそんな状況だったんでね。ええー、もう、 簡単、あっさり負けたなと感じがしたんですけども。記憶飛ぶ、ナオヤのパンチの破壊力。えー、やっぱりね、瞬間的にスカーッとあの、えー、テンプルに食らうと、一瞬記憶がパーッとぶっ飛んじゃうんでしょうね。あれびっくりしました。ね。通過点、ナオヤの予言、ピタリ賞。記者会見の時にね、これは、 この試合はドネアにとってはですね、大変な戦いであったんですけども、井上直弥にとってはね、ドネアの前でですねえ、まあまあ、失礼な態度は取りませんけれども、これはあくまでも通過点だと。え自分は、えー、4つのですね、バンタム級のタイトルをですね、全部、まあ、統一するんだということで、まあ勝ちましたですからね、ポール・バトラーっていうんですか、イギリス、この選手と、 統一戦をやりたいということなんですが、井上尚弥選手の前に、小川健一選手、IBO のね、スーパーフェザー級の日本のチャンピオン、世界のチャンピオンなんですよ。世界のチャンピオンなんですけども、アウェイのね、イギリスで試合を戦ったんですね。ジョセフ・コーディだという30歳の選手なんですけど、これがね、一発顎に食らいまして、あっけなく負けちゃった。あっけなく。で、 イギリスに行く前に、とにかくイギリスの現地、あそこはすごいボクシング熱も世界一旺盛ですからね。あのヘビー級のタイトルマッチがあった時に、あの何万人って入る、確かね、10万人近く入るね、あのサッカー競技場があるんですよね。で、そこがボクシングのヘビー級の試合で超満員になった。そこでやったかどうか知らないですけども、それぐらいボクシング熱の高いところで、ね。 それで、ちょっと僕、そのバトラーっていうのがイギリスの選手なんで、えー、井上直弥選手がですよ、4団体統一戦やりたいがばっかりに、実力では負けるはずがないというようなことで、イギリスに乗り込んでね、もしタイトルマッチをやるというようなことになると、ちょっと心配だなという、気有ですか気有ですよね。いろんな感想をですね、YouTube で喋ってる人がいましたけれども、本当 なんか、右のテンプル、ね、パンチを打ち込む前になんかフェイントをかけてるっていうか、後からこうよーく見たんですけど、あ、そういえばこれなのかなと思って思い当たるものはありましたけども、えー、そういうね、動作もですね、なんか天性のですね、ボクシング感ですか、えー、そういうところがあるようですね。そうですね。いや、私はさっきも言いましたけども、初めてチャンピオンになった時に日本総のスタジオでインタビューして、えー えー、彼が帰っちゃってその放送があった日にね、唯一感想で言ったのはね、とにかく、キレるパンチの、ね、男なんで、顔が綺麗なんですよ、また。まあ、こう言っちゃ悪いけど、今世話になっている、八重樫明選手みたいにね、ボコボコに打たれて打ち返すみたいなタイプじゃないですから、顔が綺麗でね、それで、ものすごくボクシング強いし、いい男じゃないですか。 だからね、女性問題の方がね、ちょっと心配だよね、と言ったら、いい結婚して子供さんをちゃんと作ってね、えー、何しろボクシングにですね、もう集中的にかける、あの心意気がすごいですね。あの、パウンド・フォー・パウンド,ウンドって言うんですか、えー、体重差なくして、ね、ボクシングの出来だけで選手をね、比べる、比較する、えー、そのベスト10をね、見ると、まあ、 井上直也もいいところにいるんですけど、1位のカネロがこだ間負けましたんで、ひょっとしたら1番になるんじゃないかなんていうね、そんな記事までありまして、ということなんですね。先日、バンタム級の井上直也さんの試合がありました。綺麗な勝ち方でしたね、というね。そこで、ショータイム、直也もいるぞ、日本には。ミッチン、横浜のミッチョンですね。 えー、日本軽量級最高金額の2億円超えのファイトマネーをね、えー、手にすることが分かったということですね。そこはなんか試合中にね、空き巣が入ったとか言ってましたね。で、200万円を超えるなんか金属が奪われたとか、ああいうのって昔から時々話題になることでね、巨人が非常にあの、人気のある時に、えー、レギュラークラスの選手が野球選手ほど当時ほら地上波で 阪神、半身巨人とかやってるわけじゃないですか。そうすると、巨人のレギュラー選手は当然試合に出てるわけですよね。ということは、うちに俺はいねえぞと言ってんのと同じで、泥棒が入らないかどうかっていうのはね、もういつも心配だと言っておりました。ね。えー、そんなことで、今日もですね、つ、えー、れぜれなるままにの、もう井上直弥選手については語り尽くされていると思いますけども、私なりの感想ですね、 え、話させていただきました。小川健一さん、え、イギリスで試合やって、一発で顎食らって、顎一発食らってね、え、ノックアウトされるようじゃ、成熟生命おしまいだなんて、そんな記事もありましたし、当人がそう言ってたなんて言うんですけど、どうなんでしょうかね。 というわけでえ、今日もご覧いただいてありがとうございました。ボクシング嫌いの方にとってはですね、面白くもなんともないと思いますけどね。まあ、そう言わずにぜひお付き合いください。千里浮かびましたら、こちらへえ、数々のご意見も全部こちらでお待ちしております。では、いきなりひでチャンネル。今日はこの辺で失礼します。ではでは